ラジオとラジオとは無線通信を使った音声のみで放送される番組の総称であるこの物語は誰も彼もが眠りに落ちてしまった世界を 行くあてもなくさまよう僕花見川達也の日々の記録であるラジオドラマカモメラジオの世界花見川さん朝ですよ起きてくださいあーずるいカモメ先輩そういうの私の役割なのにえ自分はただ普通に起こしただけで 花見川先輩を起こすということは、カモメ先輩にとって何一つ特別なことではなく、日常の一幕でしかない。ってことですかそれ制裁アピールですか制裁な、何言ってるんですかそれが俺さん譲りませんよ、カモメ先輩その位置は私のものです,やれ,ですやれやれ。<laughs> やかましいことだ。なあ、達也。ほら。 あんな奴ら放っておいて、こっちに来いよ。俺が優しく起こしてやるよ。さあ、力を抜いて、俺に身を任せるんだ。ほら、力を、抜いて<笑><笑>は、払い給え清えき、清め給え,払,え,給え払い玉え、清め玉え。<laughs> <laughs> <laughs> なんて夢だ僕の頭の中はどうなってるんだ前半のハーレム展開も恥ずかしいけど後半のあの B 的な L 的なあの一ったつ。二日酔い昨夜はシュチ肉輪二日酔いなんてとんでもない 悪夢を見ただけだけよっていうかシュチンにクリンってそんな言葉日常生活で使う人初めて見たよ天使様はいろんな言葉を知っているであるならそのしもべの祭りも知ってるのは当然いや知ってるのと使うのはまた別の話じゃない,いやあたつ知識は活用してこそ意味があるんだよアルフレッドもそう言ってたよ確かにそうかもね ところで、アルフレッドって誰、誰、うんアルフレッド…誰、それえ、いや、今、マツリちゃんが…ヤタツの言うことは、よくわからないことが多い…そうだ、天使様に聞いてみよう、そうしよう、そうしよう…て、電波やこれ以上ないほどに、電波や 僕のことをヤータツと呼ぶ彼女の名は止水祭彼女は海浜幕張を離れて数週間経った頃やっとこさ出会った最初の人間だその時の僕は物資を探して地方の大型スーパーマーケットを訪れていたお邪魔します誰かいますか いませんよね、そりゃ、はあ強気なこと言って出てきたけどさすがにそろそろ人恋しくなってきたな独り言も増えたしいろいろ自分が心配だよなんて愚痴ってないでやることやろう買い物かごに必要なものを詰めて形だけレジを通して車に詰め込む。 そこで僕はふと併設されている CD ショップに寄ろうと思い立った旅のお供に音楽くらいあってもいいよねとお邪魔します誰か今…いや無駄なことはよそ CD もらいます スーパー併設の CD ショップじゃあまり期待はできなさそうだけどおおと思ったけどいろいろあるじゃんおおだ誰かいるんですかああかいかないや、やっぱり何か聞こえる誰かいるんですかおーいそこで僕は彼女と出会ったんだ はなんだこれうるさいお祈りの邪魔をしない天使様の声が聞こえないお,お祈りってお導きください天使様道を照らしてください天使様ろうそくの火に囲まれて一心不乱に CD の山に祈りを捧げる祭、ま、りちゃんとえ まだちょっと前のことなのにずいぶん昔の出来事に感じられるな衝撃が強かったせいかなやーたつ横を開けて祭りもは磨きたいうん、ごめんうんぐちゅ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 。ぺー、はあ、すっきりさあ今日も一日頑張ろううん なななんんんてて、て言ってやることなんて特にないんだけど祭りにはあるお祈りとお供え物の準備をしないとあそういう普通の宗教的な準備もするんだヤータツ今天使様のことバカにしたし,してないしてない信仰は自由だと思うよ僕はそう気をつけて天使様はいつだってヤータツを見てるよ怖っなんだか色々と気を使うなところでヤータツ 暇なの暇なら手伝ってほしいことがある手伝うってお祈りの準備とかをうんまあ暇だしいいよひそろうさせてもらってるしねいい心がけ天使様も褒めてくれるそっか天使様ご褒美にしばらく僕を見ないでいてくれないかなそれは無理ですよねやあたつ今日は隣の県のレコードショップに行くから 準備するはいはい隣の県いつもそんなに遠出してるのうんそうだよ八達がいれば車で行けて本当に助かるしかも今まで歩きで行ってたのかなんていうかうん、すごい信仰心だね照れる <laughs> じゃあ今日は精一杯手伝わせてもらえますかねよろしく じゃあ出発しようかうん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 何嗅いでるの車の匂いこの車ちょっと神様の匂いがするまつりちゃんが何を言ってるのかちょっとさっぱりわからないえもう出発するからねあたつはちょっと神様の匂いがする